三塁線はフェアになります。島内は二塁へ向かう。さあ今度はどうだ、ギリギリのプレーになるが、ツーベースヒット。スタートを切りました。そして打った、右中間打球飛んでいった、センターライトどうなんだ、入った、ホームランです。島内逆転ツーランは右中間、基本的にはかけてなかったですからね。センターを越え、取れません、後ろにボールが添えています。一気にランナー三塁からホームへ、もう1点追加、ここは勝ち越し点です。うんと素手で行きましたが、弾いて拾い上げて一塁は一塁セーフですが、最後高め外れ、打ち上げてここはショートレフト、その間に落ちました。懸命にストレート、ここは低め見てきました、フォアボールです。